日鉄工業赤谷工業所専用鉄道は、かつて、新潟県北貫原郡赤谷村内にあった専用鉄道。日鉄工業赤谷鉄山から算出される鉄鉱石を運搬するために、日本国有鉄道赤谷線東赤谷駅、赤谷鉄山間に付設されていた。赤谷鉄山の開発は明治、大正、昭和と三次にわたり、手がけられたが、なかなか実現しなかった。 まず1899年に、官営八和田製鉄所の所有となり、解散の準備が始められ事務所、官社、甲府長屋が建設され1902年には、交渉開策に着手していた。輸送手段は作動に決まり建設を進めていた。ところが、突然、八和田製鉄所の原料鉄は、中国の鉱山から求めることに方針を転換し1904年3月に、工事は中止となり、 行動を維持するための交付を残し明治期の赤谷鉱山開発は3年半余りで終わった。大正時代に入り赤谷の鉄山の再開発が計画され鉱石の輸送手段として国鉄芝田駅赤谷鉄山間に鉄道が付設されることになった。しかし第一次大戦終結後の不況により開発はまた中止となってしまい、1922年12月に 完成していた軌道は放棄された。これに対し建設当初から一般の利用を望んでいた地元の運動により、路線時期は国鉄に無償状とされ1925年11月、柴田赤谷間は赤谷線として開通した。しかし赤谷より鉱山までの軌道は、軌道砂利とも撤去されてしまった。満州事変勃発後の1932年頃から、 赤谷地区の鉱山開発はにわかに活気づいた。まず石炭鉱の開発が始まり続いて必須工業、飯出鉱山の本格的な開発が1936年から進められた。採掘を中止していた八幡製鉄所所有の赤谷の鉄山は1934年2月に設立された日本製鉄へ引き継がれていた。1937年に始まった日華事変により、 内地の地下資源開発が急務とされていたこともあり、同社は1938年鉱山開発に着手した、そして1939年5月に鉄工業が設立され、赤谷の鉱山開発事業を継承することになった。その鉱石の輸送手段として、各高校より作動を使い袖上平に集め、袖上平東、赤谷間に鉄道を再び敷設し、赤谷東、 赤谷間は国鉄が建設することとなった。1941年4月に赤谷鉄山は採掘を開始。鉄道の開通を町6月15日解散式を挙行した。昭和17年からは強制徴用により増産体制を整え18から19年度と年間10万トンの生産を達成した。ところが終戦後は生産量が激減。 規模を縮小することになった。しかし新たに炭鉱し有望な工業を確保して建て直していった。また1949年になると地方交通難の緩和を理由として専用鉄道を地方鉄道に変更する申請をしたが運輸省の担当官の見解は再三性に問題ありとしていた。結局1951年になり、 交通事情はその後解決したとして取り下げられた。ところでこの地方は豪雪地帯であり、当期の約5ヶ月間は鉄道は普通となるため、鉱山は最高を休止しその間、交付は他の鉱山へ出稼ぎをしていた。この日の売率を解消するため、蒸気鉄道を廃止し、路線全線にスノーシェットとトンネルを設けた鉱山用電気軌道を敷設し通年創業を 目指すべく1955年より工事を始めた。この結果、蒸気鉄道は1956年9月30日の運行が最後となった。廃止後蒸気機関車2両は羽根鶴工業所に行き、客車2両が地元幼稚園に譲られたという。末期は1日4往復のぼり坂17分、下り坂で15分で運転されていた。また、飯田山と残客などの一般の便乗もできた。 開業時は物資不足の時期にあたり古典車の寄せ集めであった。イギリスより輸入した2バイト型テンダー機関車を2バイト1タンク機関車に改造した機関車を国鉄から譲り受けた。在籍した客車はすべて木製2軸車。中古車で延べ7両あった。末期は4両が残った。開業以来所有化車を使用していた。1949年に 国鉄より二軸無外貨車と無五千計二両の払い下げを受ける。1951年一両を羽根鶴工業所へ転出に潟県がた剣道335号、滝谷城赤谷線として使用されている、道門藩豊川橋梁の移行い出川二両端に、プレートガーターを持ったアメリカ系のプラットトラス橋であるい出川橋梁が残されている。名番によると百二十一年、 渡辺鉄工所政策となっている。廃線後一時は一般に利用されていたが、剣道橋の完成により用途廃止となり、放置されている。ありがとうございます。